どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、新型コロナウイルスの、JAL のね、特別対応っていうのをね、解説、していきたいと思います。昨日のですね、夕方ぐらいにですね、発表がありましたね。まあ、今回のこの JAL の、発表なんですけども、まあ、内容としましてはですね、まあ、大体ANA とね、まあ、同じようなね、特別措置っていう風になっております。ということなんで、もしね今年、JGC と呼ばれている、JAL のね上級会員を狙っている方はですね、まあ、かなりおすすめっていう風になりますんで、まあ、航空業界にね、まあ、お金を落とすっていう意味でも、まあ、個人的にはねおすすめという風にさせていただきたいなって思います。ANA もね、JAL もこの新型コロナウイルスでですね、減便、搭乗率の低下ということで、まあ、経営自体はね、かなり厳しいっていうふうに思いますんで、まあ、自粛あると思うんですけども、すごい要請がね出ている時でなければ、まあ、個人的にはですね、乗られても問題ないと思いますんで、ぜひね狙っていただきたいなと思います。JGC 自体はですね、まあ、知ってる方もまあ多いと思いますので、まあ、簡単に説明させていただくとですね、JAL グローバルカードということで、まあ、ANA の、ね、SFC と同様に、一度、手に入れれば、年会費、クレジットカードの年会費をね、まあ、更新し続けるだけで、まあ、JAL のね、その、規約が変わらない限りは、JAL のね、上級会員に範囲、永久的にね、まあ、いられますっていうサービスですね。まあ、最近ではですね、まあ、知ってる方もね、まあ、多いと思うんですけども、テレビ番組のね、沸騰ワードとかで、サバンナの高橋さんとかね、修行されていて、知名度がね、まあ、かなり上がってきたっていう感じで、まあ、SFC よりかね、まあ、どっちかというと、こっちの方がね、知名度が高いかなっていう感じなんですよね。今回のね、JAL の、特別措置の概要なんですけども、JAL マイル、eJAL ポイントの有効期限延長、プラス FOB ポイント、FOP ポイント、特別倍率での積算っていう風になっております。2020年2月から、7月末日に、有効期限を、迎えるマイル、eJAL ポイントを1年間延長っていう風になります。ですので、まあ、この2月から7月末までのね、というところがまあポイントっていう風になりますんで、まあ、この期間内であれば、まあ、1年間ね延長されるっていう風になります。次にですね、2月1日から7月の31日まで JAL の FOP ポイントが2倍になりますということですので、JGC のねサファイアがまあ本来5万ポイントのところが2万5000ポイントで、まあ、そのままそれがね倍になりますので、2万5000ポイントでねこちら JGC が取れるっていう計算になりますよね。まあ、だからもう本当に先日紹介させていただいた、まあ、ANA のね対応ともほとんど一緒っていう感じですね。で、JGC プレミアが、まあ、4万ポイントが、そのまま8万ポイントっていう風になりますんで、まあ、ここら辺はね、まあ、全部倍になってって、JAL のね、ダイヤモンド会員になるためには、本来10万 FOP ポイントが必要なんですけども、5万 FOP ポイントでね、まあ、なれるっていう風になっておりますんで、まあ、本当に ANA とね、まあ、同じっていう感じになりますよね。この JAL の方はですね、まあ、今3月で、まあ、2月からのフライトがね、乗られた方も対象で、この FOP ポイントっていうのは2倍になります。ですので、まあ、1月がね、対象ではありませんので、ちょっとここはね、ANA とちょっと違うところなんですけども、2月からね、まあ、JCC 修行された方はですね、もう完了されている方はもう5万 FOP ポイントね、まあ、獲得されていると思いますんで、まあ、必然的にね、まあ、10万ポイントでね、ダイヤモンド、会員に、ね、なれるっていう風になっております。 FOP ポイントがね、まあ、2倍になるということで、この付与時期がですね、2020年の2月の1日から3月31日までの搭乗分は J
1月の末に付与一括でね積算っていう風になります。ですので2月のね頭とかにね使用された方は結構先ですよね。2ヶ月半後ぐらいのね、積算になりますんで、その点は覚えておいてくださいね。2020年4月1日以降の積算分は通常の積算と同時になりますということですんで、まあ、2月1日から3月31日までは4月の終わり、まあ、それ以降の4月1日からね乗られた分はまあ同時に付与されるっていう風になっておりますんで、まあ、あの付与時期がね分かれてるっていうところもですね押さえておいていただきたいなと思います。で今回のこの JAL の特別措置の積算条件ですね、概要として見ていきたいと思うんですけども、期間はね先ほど言った通り2020年の2月から7月の31日まで、対象路線は JAL および JAL グループ運航便国内線国際線っていう風になっております。で対象運賃なんですけども、フライトマイル、積算対象の運賃すべてっていう風になっておりまして、対象者は JAL マイレージバンクの会員すべてっていう風になっております。いかがだったでしょうか。今回は、JAL のね新型コロナウイルスに対しての、特別措置ね、今回紹介させていただきましたけども、 ANA がね先に特別措置を出してですね、今現時点ですでにね、国内線の予約ってのはかなり入ってて、まあ、週末とかのね、予約はもう本当に座席取れないぐらいね路線埋まってきてる路線もあるんですよね。それがね先週に発表されて、今週ね、JAL、発表あるのではないかって思ってた矢先に、まあ、発表っていう風になりましたんで、ステータスをね、全然持たれてない方はですね、まあ、どっちを選んでもねいいと思うんですよね。まあどっちかというと、昨日ね発表されたばかりですので、座席としては、まだね、発見しやすいっていう部分もありますんで、まあ、JAL の方がねこれからやるっていう方は路線をね抑えるって意味では、楽かもしれないですね。もちろんね、先日私の動画で紹介させていただいた、東京、那覇経由の石垣コースも、まだね座席自体埋まっておりますんで、取ろうと思えばね、まあ取れるんですけども、まあ航空券のね、運賃っていうのは、まあどんどん座席が少なくなっていくと、価格はね、上がっていきますんで、まあもしこれからね、まあどちらの、修行ね、されるっていう方でも、座席自体はですね、とりあえず、できるだけ早めにね、取るようにしていただけたらなと思います。少しでもね、まあ、節約して、使用されたいっていう方はね、まあ、ほとんどだと思いますのでね。で、最後になんですけども、この JAL はですね楽天リーベイツっていうね楽天が運営するポイントサイトに案件が今も出ております。でもしね JAL の修行される方はですね、1% しかもらえないんですけども、まあ、されど 1% だと思いますんで、ぜひねポイントサイトの、楽天リーベイツを踏んでね発見ねしていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで、終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただくととても嬉しいです。いやー来ましたね、これで多分修行される方かなり多いと思いますんでぜひね、楽しいね修行にしていただけたらなと思います。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。